単語帳、熟語帳、完全解説。鉄壁にかなう単語帳は今のところないかな。あの鉄壁でいけるかって言われたらちょっとグレーなぐらい。篠原の指導方針ではミニマルフレーズはガン無視。どちらかというとその受験生が受験向きで使う単語帳というよりは、どうもじゃ篠原です。今回は単語帳、熟語帳、完全解説ということで、市販で売られている単語帳、あるいは学校で配られている単語帳、そのほぼ全てを解説していきたいと思います。まずこの動画を見てるということは、おそらく英語の単語の暗記って相当苦労してると、まあ心酸を舐めさせられ日々苦労してるっていう人だと思うんですよ。で、確かにね、僕も正直英単語を覚えるむちゃくちゃ苦手だったんで、すっごい気持ちわかるんです。僕がやった失敗、それが何かというと、学校でもらった単語帳と別の単語帳を頑張り出したっていうことなんですね。これ何が言いたいかというと、単語帳っていうのは一冊これと決めたらこれを徹底的にやり抜く必要があるのにもかかわらず、あれこれ手出しちゃったがためにずっと英語の成績が上がらずに苦労したんです。だから、まあうちの塾では基本的に単語帳は1人1冊、同じ時期に2つの単語帳を並行することはあまりないわけなんですね。まあこの指導方針で、こちら慶応だとか、まあ早稲田だとか、京大だとか、医学部学科に、まあ僕の生徒、篠原塾の生徒は受かってるわけなんですが、だからこそ大事なことが、最初にどの単語帳にするのかを決めるということなんです。今回ありとあらゆる単語帳を紹介していきますが、その中でこれっていう一冊を決めて、それをやり抜くことをお勧めします。まずはこちらですね、ターゲットシリーズ。まあこのターゲットシリーズは非常に有名な単語帳で、実際学校でもらった単語帳がターゲットだったんですね。まあこれで勉強して、その後ね、いろんなの手出しちゃったんですが、結局まあターゲット、まあこのターゲットという単語帳、非常に長く売れている歴史のある単語帳だということもあって、非常に洗練されています。まあ今持ってるのはターゲット1400なんですが、例えばですが、カバー取ってますがターゲット1200、そしてこれもカバー取ってますがターゲット1900ですね。そして熟語帳のターゲット1000まであります。まあちなみにですね、これが僕自身が高校生の時に使ってたやつなんですが、もう非常にボロボロですごく汚くて、まあここもね、いっぱい振り切れちゃって、あのビニールテープで、ね、補強してるんですが、まあこんな感じになるぐらい、もう徹底的にやり込むような単語帳になっています。まあその後これ教育目的で新しく買い直したやつなんですけどね。で、ご覧の通りなんですが、これね、表紙の犬がちょっと違うじゃないですか。で、これがまあ高校生の時に僕が使ってたやつで、これが最近のやつだと思うんですが、多分ね、これより新しいやつが最近出てるかもしれません。みたいな感じで、時代に合わせて結構中の単語をコロコロ変えたり、レイアウトをコロコロ変えたりします。まあより良いように改善しているということで、まあターゲットという単語帳、基本的にはおすすめできるし、まあ僕自身京大も受かったんで、まあおすすめできる単語帳なんですが、一個だけちょっとね、ん?って思うことがあって、それは何かというと、中の単語のセレクションがですね、いやこの単語載せるかねって思うやつが、まあ、たまにあるって感じです。特にターゲット1900ですね、ターゲット1900の最後の400個がこれ載せるっていうのがちょっと多いですね。だからまあターゲット1900の最後400個は、やれという人はちょっと限定的になりますが、でも基本的にターゲットという単語帳は素晴らしい単語帳です。はい、続いて紹介する単語帳がリープですね。このリープという単語帳、学校でよくもらってるんじゃないかなというふうに思います。竹岡博信先生というね、まあ素晴らしい先生、もう今の受験英語における荒人神ですよ。もう受験英語のプロ、プロ中のプロ、いろんな本が書かれてる竹岡先生が、出している本になります。で、このリープの何が素晴らしいかというと、単語の載ってる幅が非常に広いということですね。一番最初に載ってる単語はルックです。そりゃ知ってるよねっていうところから始まって、最後の方はですね、結構難しい単語、まあ例えば事実上という意味のバーチャリーとかね、あとはまあ兄弟英語でもなかなか見ない、ヘンフという、まあそれゆえにっていう意味の、あの文頭にポンとつくやつがあるんですけど、文頭というかその文と文の間とかにポンとつくやつがあるんですが、ヘンフなんてほとんど見ないですけどね。まあでも、まあ一応そういう兄弟とか受けるんだったら知っとかないといけないような単語とかまで載っているっていう、非常に守備範囲が広い単語帳でもあります。まあこのリープという単語帳に関しては、本当に高校に入ってから、まあ高校卒業するまでほとんどの人だったらもうこの一冊だけでも大丈夫じゃないかというぐらい、地方の国立大学だとか、そこら辺の私立だったら、まあ間違いなくこれだけでいけますよっていうような、素晴らしい濃度の単語帳になってるんですが、じゃあ例えばですけど、この一冊で宮廷大行けますか、東大行けますか、医学部行けますかっていうと、まあ無理かな。なので例えばですが、英検2級クラスまででいいんだったら、もうこのリープだけやっとけば大丈夫です。なので、リープ、とりあえず共通レベル、英検2級レベルまで持っていくんだったら、このリープがまあ大おすすめですかね。素晴らしい単語帳ですね。このリープでちょっと言葉を濁したところ、つまり宮廷大レベルだとか東大京大とか医学部医学科ってなると、やっぱりね、こちら鉄壁、これが最強かなと思います。
この鉄壁という単語帳はこちらですね。僕自身が英検の準一を、まあ、この仕事をやるにあたって取ったんですが、その時に使った単語帳でもあります。まあ、高校生の時、まあ、篠原自身、その、鉄壁を使ったことはなかったんですね。受験勉強自体は鉄壁で突破したことはなかったんですが、まあ、この仕事をやるにあたってプロですから、単語帳を使ってみないとわからないということで、まあ、英検の勉強するにあたって使いました。で、この鉄壁のいいところは何といってもこの分厚さです。で、これね、僕、英検対策でノート2冊貼ってるんで、分厚くなってるんですけど、まあ、それでもね、かなりの分厚さなんですよ。全ページ650ページぐらいかな、700ページ近くありますかね、ぐらいの単語の帳としての分厚さです。で、載ってる単語のレベルとしては英検の準2級ぐらい、まあ高校の、まあ、中盤ぐらいかなの単語のレベルから準1クラスまで、まあ東大京大行きますよと。まあこれ東大単語帳って書いてますからね、東大英単語熟語ということで東大レベルまで達する、そんな単語帳になってます。基本的にまあ自分の生徒が東大行きたいとか、あ、まあそういう風に言ってる場合、鉄壁をやるようにお勧めしてますね。やっぱり鉄壁にかなう単語帳は今のところないかな。東大に行きたいというんだったら、まあ鉄壁ほぼ一択と言ってもいいぐらいの単語帳になってます。まあ何がそんなにいいのかなんですが、派生語がいっぱい載ってたりだとか、単語のそのイメージですね、実はこの単語にはこういうニュアンスがあるんですよというニュアンスをイラストで解説してくれてたりだとか、まあ熟語表現もいっぱい載ってますし、もういろんな意味でまあ情報量満載ということで、この鉄壁に載ってることをきっちり覚えたら、まあ大学受験で困ることはない、それぐらいの単語帳になってます。まあ本当にね、鉄力界はね、もうどの教材も素晴らしいんですけど、まあ特にこの鉄壁は最高傑作と言っていいんじゃないですか。本当に素晴らしいもんですね。ただそんな鉄壁には1個だけ欠点があります。それは何かというと、京大には通じないということで、まあ京大行きたいんだったらこれね、速読英単語の上級編をやりましょうというところで、まあ紹介するのが速読英単語シリーズです。速読英単語は、まあ、シリーズとしてこちらね、入門編とか必修編とか上級編とかで、まあ、僕自身、篠原自身は、この速読英単語の上級編をターゲットの後、まあ、使って、でまあ京大受かったんですが、このね、速単 の上級編に関してはもう京大特化と言っていいぐらい、もう京大で出るものを集めましたと言ってもいいぐらい、素晴らしい単語帳なんですね。まあ速読英単語っていうのは、こちらの方で、この動画の方でより細かい使い方だとか特徴とか話してるんですが、基本的には長文が載ってて単語が載ってると。でその長文の中で、まあ難しいよね、これ知らないよねっていう単語をまあバーッと載せてて、でさらに単語をね載せてるっていう、まあそういうような教材になってるんですが、何が素晴らしいかっていうと、この一冊で速読力と単語力っていう受験英語で必要とされる二大巨頭両方身につくっていう単語帳なんですよ。だから超すごいいい単語帳なんですが、一個欠点があって、これやりだすとむちゃくちゃ大変ってことなんですね。うちの塾、篠原塾では、この速読英単語を指定する場合はこれのみをやり抜くか、それとも他の単語帳との並列を唯一やるかっていうことで悩みます。つまり例えばですけど、さっき紹介した鉄壁とターゲットを並立させるは、まあまずないんですね。ところがターゲットをやりながら速読英単語をやるっていうのは、うちの塾では指定しないこともない選択肢になります。それは何かというと、ターゲットの方をメインにしていきながらファブの教材として、速読用教材として速単をやりましょうと。この速単のいいところは、さっき言った通り安くて大量に長文もできて語彙力もつくっていうことで素晴らしいというところがいいんですが、やりだすとむちゃくちゃ大変なので、やっぱ根性があるやつ、あるいはメインの単語帳は、あ、これはこれで頑張ってくれと絶対やるんだけれども、その後ファブでもし時間が余ったらこれやるともっと力つくよってことで、あくまでおまけプラスアルファとして紹介するっていうやり方をしてます。まあ実際ね、僕は勉強法のプロですので、こちら逆転合格90日プログラムという本を出しました。でこの逆転合格90日プログラムでも、これまで自分の生徒にこうやってファブ教材としてやって効果的だったんで、ファブ教材として速読英単語を使いましょうというふうに提案してます。まあもちろんこれをメインで使うこともいいですし、京大受験生、まあ僕の生徒京大受かりまくってるんですが、京大受験生にはほぼ間違いなく上級編やるように言ってますね。むちゃくちゃいい単語帳なんだけど、やりだすとマジで大変っていう単語帳でもあると。まああと速読英単語のいいところはですね、改訂版が結構多いんですね。これ改訂2版なんですが、これが改訂3版ということでね、今の時代に合わせて新しい単語帳をどんどん取り入れてるってところとか、あとはこちらですね、速読英熟語みたいな感じで派生してるものもいっぱいあります。その派生系の一つが同じく Z 界から出てるこちら、リンガメタリカということで、リンガメタリカなんですが、これね、まあほぼ速読英単語の上級編です。素晴らしい、教材ではあるんです。それはどういう教材かというと、分野ごとに決まってるんで、まあこれ話題別であるように、英語長文のテーマに合わせて長文があり単語があるっていう形式なんですね。例えばですが、早稲田とか慶応みたいな感じで、もう例えば法学部受けるんだったら法律系が出るって分かってる大学があります。
そういう大学を受験するときにこのリンガメタリカをやっておくと、その法律系に関してはむちゃくちゃ詳しくなるので素晴らしいという教材なんですが、このリンガメタリカね、やるってなったらそこだけやるんですよね。つまり社会科学系だけやるとか、人文学系だけやるとか、化学系だけやるとか、医学系だけやるとか、そういう理工系だけやるみたいな感じで、こうテーマだけをやるっていう風になります。テーマだけをやるってなると、このリンガメタリカを買ってしまってもほとんど捨てることになるんですね。例えばですけど、理工を受けるんだったら理工しかやらないので、もう5分の1ぐらいしか使わないっていう風になるわけですよ。でそうすると5分の4気になるじゃないですか。で5分の4気になっちゃって、結局なんか全部やることになるんだけど、これ全部やるってなったら超大変だよねっていうことで、まあちょっとね、リンガメタリカ素晴らしい教材なんですが、ちょっとおすすめするの時は躊躇する。まずは早稲田慶応を目指さないと指定しません。ほとんどの場合早稲田慶応を目指す人ですね。まあそうじゃなかったら結構他も気になっちゃうんですよねっていう几帳面のタイプだと、いやちょっとリンガメタリカじゃなくて過去問演習でやっていきましょうかっていう風に提案します。まあ正味受験生誰でも買いましょうって本ではないですかね。非常にレベルが高い人だけが、その自分の必要な単語力だけを身につけるために使うっていう、まあそんな単語帳になっています。続いてこちらですね、システム英単語。まあこれも非常に売れている単語帳ですね。シフタン、これはまあリープと同様ですね、学校でよく配られたり、あるいはまあ塾の先生からお勧めされるみたいなことも多い、そんな単語帳だと思うんですが、ミニマルフレーズというのが載ってるんですね。でこのミニマルフレーズを見て覚えましょうみたいなことをまあ言う先生も多いと思うんですが、篠原塾ではというか、まあ僕はですね、そういうミニマルフレーズとかで覚えましょうって言わないんですよ。もう単語は単語だけで覚えてくださいと。でそれで単語帳の仕事は終わりなんで、他は無視してくださいっていう指導方針なので、篠原塾ではシステム英単語を特にお勧めするということはありません。まあこれは指導方針の違いです。つまり単語だけを覚えて、後でそういう熟語表現というか、そのフレーズの表現っていうのはもう英作で使うやつは英作の教材でやる、熟語帳に載ってるやつは熟語帳でやるみたいな感じで、後でやりましょうと。とりあえず単語帳は単語を覚えるだけで終わりっていうのが、まあ篠原の考えなので、それでやってますが、これをね、二度手間だと捉える先生方もいらっしゃるんで、そういう先生方にとってはこのシフタンは素晴らしい単語帳だと思いますね。まあただね、僕はね、それを一発で理解できる脳みそがなかったんですよ。一発で覚えられる脳みそがなくて、でかつまあ自分ができなかったことが生徒にできるとは思ってないので、でかつまあ自分ができなかったことを生徒にやれっていうようなタイプではないので、まあちょっとこれに関してはまあうちの指導方針とは合わなかった。ただ単語帳としては素晴らしいので、うちの塾生がこれを持ってる場合、それを使いたいという場合は、使うように言います。僕の指導方針では、篠原の指導方針ではミニマルフレーズはガン無視、その他例文とか派生語も1回目はガン無視です。ほとんどの部分、このシステム英単語帳の一番こう売りのなるところ、セールスポイントというかミソとなるところを使わないので、うちの塾の方針ではうちでは使わないというだけですね。同様に、ちょっとうちでは使わないシリーズがこちらデュオですね。デュオに関しては、まあ、僕の生徒これ使って阪大に現役合格しました。こちらね、この生徒もうすごい優秀な生徒だったんですね。ずっと部活が忙しくて、もうギリギリまで部活があったっていう生徒なんですが、それでも阪大に現役合格したと。で部活が忙しいから唯一1個だけしか単語帳はできない、まあ問題集とか他の教科もそうなんですが、いろいろやることができないという場合に、どうしても1個ということで学校で配られたデュオをやりました。でデュオのいいところは何かというと、まあ例文があるんですね。でこの例文を覚えたら自動的にその中に載ってる重要単語も覚えられますよねっていうコンセプトの方になってます。でしかもですね、このデュオは TOEIC だとか TOEFL だとか英検だとか、そういういろんな資格にも対応できる、で受験も対応できるっていうような単語帳なんで、まあ本当にそういう時間がない人とか、もうその一冊で英作文とかも含めて勉強しないといけないっていうタイプには非常に素晴らしい単語帳なんですが、まあうちの塾の方針としては、単語帳は単語力を鍛えることのみに使うと。熟語力は熟語帳、例文、英作文に関してはもう英作文用の例文でやるというふうに分けてるんですね。指導方針として分けてるんで、まあうちの塾では残念ながらそんなに使わないと。ただ実際これで反対受かってますし、結果は出てるんで素晴らしい単語帳なんですが、ちょっとね、篠原の方針に合わない、社会人の方とか、まあ英語を学び直したい方ですね、には素晴らしい単語帳だと思います。さあちょっと長くなったんで、学校でもらいそうなやつちょっとパパッといきたいと思います。ストックですね、ストック、あとはコーパス、あとはデータベースですね。まあこの、コーパスとかね、ストックとかデータベースに関しては、素晴らしい単語帳であることはまあ疑いの余地はないというところですね。例えばですが、このストックはね、有名な関先生が書いてる本ですし、コーパス、まあ東京書籍から出てるものですね。であと桐原
原からはこの、データベースが出てますが、まあ、どれもね、学校でもらってるんだったら、ぜひそれを頑張ってやってほしいなと思います。まあ、この中でもしですね、僕自身がどっかの学校の先生で、その教材選ぶ担当だったら、多分選ぶのがデータベースです。まあ、データベースのいいところは、これ、単語帳でもあり、熟語帳でもあるってことで、熟語がちょっと載ってるんですね。まあ、もちろん、コーパスにも載ってるんですが、単純に、表紙のレイアウトがデータベースの方がかっこいいかなと思うんで、まあ、でももうこの辺になってくると、まあ、どれでも一緒です。自分が気に入ってるものを使う、あるいは学校でもらったやつを使うもそれでいいかなと思いますね。はい、どんどん行きましょう。こちらですね、雰囲気単語。この雰囲気単語に関しては、まあ、僕のね、篠原の知り合いの人からですね、まあ、紹介してくれないかということで、まあ、ご紹介いただいたというような単語帳になってます。ただ、それだけです。はい、雰囲気単語ですね。さらにこちら、英単語ピーナッツほど美味しいものはない。これはね、すごいですよ。これはすごいというのは何かというと、まあ、単語帳と言っておきながら、まあ、よく出るフレーズというか、そういうものはこうまとまってるんですね。なので、まあ、単語帳というか、熟語ではないんですけど、まあ、そうよく出るフレーズ表現みたいなもの、まあ、カッパの川流れ的な感じのね、そういう、まあ、まとまってよく出るフレーズですよね。古典に関わるとかね。なんかその古典と関わるみたいな、そういうやつがいっぱい載ってるっていう単語帳になっています。正味受験用ではないかなと思いますね。まあ載ってる単語とかフレーズも、まあそうですね、受験用っていうよりも、例えばですが、その洋画、そのハリウッド映画とかを字幕なしで見たいとかね、そういうのにはいいかなと思うんですが、じゃあ受験生はこれで例えば東大京大行きますっていうと、いやいやちょっと待てというふうに思いますかね。どちらかというと社会人向け。はい、続いてこちら、ディスティンクションです。このディスティンクションはですね、コメントコメント欄で、ぜひ紹介してくれということで、まあ、コメントがつきまして、で、恥ずかしながらこのディスティンクションという単語帳僕知らなかったんですね。コメント欄につくまで知らなかったんですが、それを見て、ああそんなのがあるんだなと思って、まあ見てみようということで、まあ見てみた。あ、そんな内容になってます。内容としては、まあ非常に素晴らしい単語帳というか、もうありとあらゆることまで、まあ広くあまねく載ってるし、なんか速読英単語帳みたいに、その長文というか文章も載ってるしみたいな感じで、素晴らしい単語帳だと思います。まあ表紙からも分かるように、ちょっとおしゃれな単語帳ですかね。どちらかというと、その受験生が受験向きで使う単語帳というよりは、かっこいい単語帳だから、スペックというよりもビジュアル重視な単語帳な気がしますね。なので、まあ悪い単語帳では全然ないので、まあ、これやりたいっていうんだったら全然いいかなと思うんですが、持ってるだけでなんかね、できるようになった感じがしちゃいがちな感じなんで、そうならないように気をつけてほしいなと思いますね。受験勉強においては、やっぱりコンパクトにまとまってる方が勉強しやすかったりするんで、まあ、うちの塾では今のところ使用実績はないですが、まあ、別に使ってでも悪いってわけではありません。まあ、載ってる単語のレベルも非常に高めなんで、まあ、素晴らしい単語帳だなと思いますね。続いてこちら、ドラゴンイングリッシュですね。これもね、受験英語の神、竹岡博信先生が書かれた本になってますが、ドラゴンイングリッシュね、これ学校でよくもらうんですよ。学校でよくなんかこのドラゴンイングリッシュで勉強してますっていう人すごい多いんですけど、正直載ってる単語が少なすぎるかな。1000語ぐらいしかないんですよね。で、確かにこれ読み込めばもっといっぱい、いろんなこと書いてるんで素晴らしいんですけど、ドラゴンイングリッシュだけで受験突破はしんどくないって思うかな。だからこれやるんだったら高1とか、もう本当に序盤の序盤で、そのスタートダッシュをするためにやる単語帳としてはいいと思います。だから、まあ、それこそ高校入試終わってから高校入るまでの、その1ヶ月ぐらいで単語力で差つけたいとかね、思うんだったらまあいいかなって思うんですけど、その後高校生が1年間かけて2年間かけてみっちり仕上げていくっていうタイプのものではなく、であればターゲット1400とかシフタンベーシックとか他のやつで良くないっていう風に、まあ正直思うかな。だからドラゴンイングリッシュを使うのが悪いわけじゃないんですが、これ使う場合は早く卒業してほしいですね。まあ、もっとね、受験英語で要求される単語量って多いんで、多分竹岡先生もこの一冊でどうこうしようとは思ってないんじゃないですか。最初の序盤の大事な、一番大事な戦後を早く覚えるためには素晴らしい単語帳だと思います。続いてこちらコアですね。このコアはですね、まあ、僕自身が大学生の時に英語ちょっと勉強し直そうと思った時があったんですよ。でその時に買って挫折したっていう、そういう単語帳になっています。これもね、 Z 界から出てるんですが、 Z 界長文と絡めるの好きですね。長文とその単語をダブルで絡めさすような、まあ、そういう単語
語帳になってまして、まあ熟語も載ってるし、例文も載ってるし、派生語も載ってるしっていうことで、まあ単語帳としては大変素晴らしいんですが、僕自身がねこれやって挫折したんで、あんまり生徒にはやるように言いません。まあこのコアのいいところは何かというと、長文も載ってて単語も載ってる、しかもレベル別になってるってことで、自分のやりたいレベルのやつをピンポイントで買ってやるってことができます。で、それ何がいいかなんですが、まあ大学生とかね、社会人とかであんまりお金かけたくないっていう人が、まあこれをパッと手に取って、この一冊だけ1年間やり込むぞって言ってやっていって英語力をつけるとか、そういうやり方にはうってつけの単語帳だと思いますが、まあ受験生用ではないですかね。逆に受験生に特化してるというか、もうこれっていうのに特化してるのがこちらです。総計上智の英単語、あと東大の英単語ですね。まずね、東大の英単語、これはね、東大受験生使っていいと思いますよ。これは何かというと、東大って大問語がね、ややこしいんですよ。つまり大問語の形って他の大学ではまず出さない形なんで、大問語の勉強ってもうね、東大の過去問でやるか、こういう東大の過去問に特化したやつ、まあ正直鉄壁ですら、大問語をあの鉄壁でいけるかって言われたらちょっとグレーなぐらいなんですね。ですから、東大に行きたいという場合、まあ鉄壁とかやって他にもいろいろやった結果過去問入るじゃないですか。で過去問入って、いや大問語きついなってなったら、これやってみてもいいかもって思いますね。あの東大を受けるんであれば、この東大の英単語、東大出たやつをまとめてる、これ素晴らしいと思います。で一方でなんですけど、ここまで東大の英単語持ち上げたら分かると思うんですが、総計上智の英単語はまあいるかなってちょっと正直思うかな。あーいいんすよ、別にやってもいいんですけど、まず早稲田と慶応と上智全然傾向違うし、でさらに早稲田の中でも法学部なのか政経なのか文なのか社学なのか、まあ理工なのかによって全然違う。まあ慶応でも法なのか経済なのか医学部医学科なのか薬学なのかでも全然違うんで、まとめますそこをっていう風に思うかな。だからまあ悪いわけじゃないんですよ、悪いわけじゃないんですけど、まあ少なくともうちの塾ではあんまりこれを使わないというか、まあ基本的に過去問演習とかやっていってそれで点取れるようになっていくし、まああの冒頭紹介しましたけど、うちの塾は総計受かりまくってるんですよ、女子も受かってるんで、まあ正直これはあんまり使わなくてもいいのかなって思う。まあそれだったらもうその学部に特化した過去問とか、その話題に特化したテーマを勉強するんだったらいいかなと思いますが、その総計上智っていう括りでまとめるのはどうかなと思うんですね。まあなぜなら篠原塾ではだったら英検やりましょうっていう風に言うからですね。これまあ英検1級のやつ持ってますが、基本的に出る順パスタの順位置をやるように言います。出る順パスタの順位置をやるとどうなるかっていうと、まあ英検準1級に受かります。で英検準1級に受かるとどうなるかっていうと、例えばですが立教大学が非常に楽に受験できたりとか、まあ国立になるけど広島大学が楽に受験できたりとか、例えば早稲田の国際ですね、早稲田の国際とかもまあ楽になったりとかします。まあいろんな意味でそういう早稲田とか慶応、まあそういう併願校を抑えるっていうところとか、まあ国際を狙うんだったら国際に向けてちょっとでも点を取るっていうことでいうと、やっぱ英検なんで、まあ英検を取るように言うんですよ。それでまあその広く浅くいろんなテーマに対する語彙力も身につきますし、その総計上智っていうくくりで単語を勉強するんだったら、もう出る順パスタで順位ぐらいの単語力つけようねっていう風に篠原塾ではやってるんで、うちの塾ではさっきの総計上智の英単語を指定したことはないと思う、多分皆無ですね。逆にこのデルジュンパフタン、非常に素晴らしい単語帳です。まあ英検にね特化してやっている単語帳なんで、非常に素晴らしい単語帳なんで、まあ英検を取りたいという場合はほぼ間違いなくデルジュンパフタンを指定してますね。まあちなみにですね、このデルジュンパフタンの1級持ってるんで、まあそれつながりで言うと、実は本を書く前は英検1級取ろうと思って勉強してたんですよ。でまあ本出版したんで、その本の作業がいろいろあってね、まあ、ちょっと英検の勉強をその合格までね、することができなかったんですが、また再開しようと思ってます。で、その中で買ったのが一応これです、究極の英単語。ただこれはね、あの受験生用の動画、大学受験生用の動画で紹介する単語帳ではないんで、もうこれ以上言いません。何が言いたいか、英検1級用の単語帳です。受験生は買わない方がいいです。大学に入って英検1級取ろうと思ったら、このデルジュンパフタンの1級だとか、この究極の英単語の4、これを使って勉強することになるんじゃないかなと思いますね。ちょっと英検1級っていう、まあ、めちゃくちゃ上の話もしたんで、ちょっと中学レベルの話もすると、こちら例文で覚える中学英単語熟語、あるいはターゲットの1800ですね、この辺が自分の生徒で中学生からやり直したい、中学英語からやり直したいって言ってる生徒に対して指定してる単語帳になります。こっちの方が例文で覚えるってやつなんで、まあこの一冊だけでその文法も結構復習できたりとかするんで、まあ一冊もう何か一冊だけやるで、それしかできないんだという場合はこれを指定します。
逆にちょっと時間かけていい場合ですねはこっちを紹介しますね。ターゲット1800の方が、まあ、単語だけ載ってるんですけど、まあ、この、まあ、単語以外にもちろん例文とかありますけどね、ちょっとしたやつがありますが、まあ、こっちの方が単語だけでこっちの方が文法とかも復習できるんで、それに合わせて使い分けてます。あとはこちら、百式英単語ですね。百式英単語は何がいいかっていうとフルカラーなんですよ。フルカラーで見やすいっていうのが素晴らしい、そういう単語帳になってますっていう2023語かな載ってる。非常に語彙の数が多いのでこの百式英単語、まああとなんかちょっと近未来的でかっこいいしフルカラーだしってことで、まあやりたいって人多いんですが、まあうちの塾でそんなにこうガンガン指定するかっていうとあんまり指定しないかな。うちの生徒で覚えてる限り一人でしたかね、まあこれを使ってた人がいたと思うんですが、あんまりそんな感じで一人とかなんでちょっと使用実績がないんであんまり、まあちょっと使ってどうなるかっていうのがグレーですからあんまり指定しません。まあどうしてもやりたいって言ったらまあいいんじゃないですかっていうふうに言います。まああとはね学校でもらってるかもしれませんがこの夢単とかね、まあ夢単もね別に学校でもらってるんだったら全然いいんですよ。全然いいんで、まあ夢単もらってるんだったらじゃあやってくださいねっていうふうに言うんですが、この表紙のねイラストがこの下手馬みたいな絵がね、まあ僕ちょっとあんまり好きじゃないんで、まあこの夢単を好んで指定するってことはないかな。これも単純に表紙がもっとかっこよかったらもしかしたら指定すること多くなるかもしれません。あとはこちらです。フォーミュラ、フォーミュラはですね、東進から出てる単語帳になります。まあこれ持ってるのは熟語帳なんですが、フォーミュラですとか、こちらですね、河合塾から出てるオールウェイズ1001かな、熟語帳だとか、まあこういう熟語帳、まあ河合塾はあと単語帳も出てますかね、2002だったかな、そういう単語帳もありますが、まあ熟語帳ターゲット1000で篠原自身京大受かったんで、まあターゲット1000でいいんじゃないですかって言っちゃうんですよ。だからあんまりこの、オールウェイズ1001とか、フォーミュラを指定することはあんまりなくて、まああるいは速読英熟語を持ってるケースが多いんで速読英熟語をやりましょうっていうことは多いですが、多分高校生の時使ってたら指定したと思う。あとはですねこちら、共通テストに特化したかったら、東進から出てる共通テスト英単語1800ってやつがあるんで、まあこれやってもらってもいいんじゃないかなと思います。まあ僕の動画ではこちらですね、共通テスト の単語を100個をね、まあテストしていきますよっていう動画を出したんですが、この動画を作る元になったのはこれですね。共通テストに出る単語ばっかり集めてるんで、まあそういう勉強がしたいっていう場合はいいんじゃないかなと思いますね。あとはまあ熟語帳で一番最初に手をつけるんだったらこれ合格英熟語300ですね。300だけ載ってる非常に薄い単語帳なんですが、熟語帳なんですが、まあ非常に薄くコンパクトにまとまってるんで、まあ熟語の本当に基礎の基礎だけパパッと身につけたいっていう場合はこれを指定してます。あとはまあまあ受験のプロなんで、であとトイックもこちらね、800、15点、まあこれだいぶ前だから多分今はもっと900ぐらい取れると思いますが、まあ815ぐらい取った時にまあ一応持ってたのがこちらですね、トイック用の単語帳になります。このトイック用のやつは使わないでくださいね、大学受験生が。トイックはトイック、大学受験は大学受験なんで、まあその全然傾向が違いますから、大学に入ってトイックを受けるときに勉強すればいいですからね。あー疲れたということで、視聴者さんもお疲れ様でした。今回ですね多分ですが、まあ本屋で売ってる単語帳はほぼ全部紹介したんじゃないかなというふうに思います。まあこんだけ冊数持ってますが、これはこの仕事やってるからです。普通の受験生こんなんいらないんで、一冊、まずは一冊固め抜きましょう。まあ、この動画見てて、そのいろんな単語帳知れたのはいいと思うんですが、その中でもこれっていう一冊を選んで勉強しないと、結構ね、まあ、僕自身やった失敗みたいにあれこれ手出して全滅ってことになりますから、まあ、気をつけてほしいなと思います。まあ、単語帳、熟語帳だけでこれだけ知ってる、まあ、僕なんですが、無料電話相談っていうのをやってます。こちらですね。この無料電話相談では勉強の方針、こういう勉強をしていきましょう。これまでこういう生徒をいろいろ受からしてきたんですが、こういう問題が今のあなたあると思いますよ、だからこういう解決策を取ったらいかがですかっていう勉強の方針に対して無料電話相談で LINE で相談載ってるんで、ぜひ申し込んでください。こちら、この LINE の QR コード読み取っていただいてスタンプを送ってくれたら、そこから予約制でやってるんで、まあおそらく、まあ、僕よりも受験の単語帳だとか熟語帳、あるいはもうエース国立者全教科の単語帳教材について知り尽くしてる人間いないと思うんで、今すぐ申し込んでください。ということで今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。